人类，你怎么会出现在这里？误闯，哼，这么蹩脚的理由，亏你能想得出来。怎么，你想用美人计来盗取我的财宝？那你可得好好想想，怎么让我高兴。你是勇者，用这种方式屠龙？你以为这种魔法阵就可以禁锢住我吗？威胁我？想知道我的弱点？行，你自己来找，反正我现在也无法反抗，不是吗？唉，你就这样隔着布料比划能有什么用啊？来，把扣子解开。我都这样了，还能骗你吗？对，就像这样，慢慢感受。怎么弱点没找到，你的手反而越来越烫了？闭嘴，那不行，我现在全身上下只有嘴能动了。啊，没什么。等等，那里不行，你快停下。那根本不是什么弱点，再继续下去你会后悔的。那我说过了，那个魔法阵困不住我，我本来只想逗逗你，但现在你来之前真的没有人告诉你吗？龙没有弱点，触碰我的后腰只会让我动情，所以你走不了了。醒了。怎么把自己弄得这么狼狈？要不是我及时赶来，你已经被你的同族送上刑场了。不愿意伤害我，但你接近我的原因不就是要屠龙吗？你不会是假戏真做爱上我了吧？没有。那你为什么脸红，又为什么此刻不敢看我？跑什么？何况船就这么大，你能往哪儿跑啊？我想听的当然是你有多喜欢我，多离不开我，还有今天在这里看见我，你有多开心。既然喜欢我，你是不是应该做一点什么，表示一下？只是这样吗？还不够。你知道，我想拥有你的全部。你怎么连脖子都泛红了，而且还这么烫？现在这里被我留下了印记。作为勇者这么容易害羞，以后你要怎么制服我？怎么突然？你也想在我的颈上留下同样的印记？
是吗？不仅仅是这里吗？其他地方你也要留下印记。似乎遇见你后，我的弱点也变得越来越多了。当然，我心甘情愿被你俘虏，但你也要明白，用这种方式制服我会有什么后果。人間？どうしてここに？間違って入ってきた、ねえ。よくもそんな見えすいた嘘がつけたもんだ。あ？今度は色仕掛けで財宝でも奪う気か？なら、どうしたら俺の機嫌を取れるのか、よーく考えな。なるほど。あんたが勇者だったのか。それがまさかこんな小賢しい手で俺を、ドラゴンを倒しに来るとはね。こんなちっぽけな魔法人ごときで本当に俺の動きを封じれると思ったのか。ああ、今度は刃物で脅し、しかも俺の弱点を教えろって。いいよ、好きなだけ探りなよ。どうせ今の俺は抵抗できないしね。ああ、そんな布越しじゃいくらやっても無駄だよ。ほら、ボタンを外したら。俺はこんなんだし、不意打ちなんてしないよ。そう、そのままゆっくり調べてごらん。まだ弱点を見つけられてないのに、随分と手が熱くなってるみたいだけど。黙れって？やだね。今動かせるのは口だけ。なんでもないよ。待った、そこは弱点なんかじゃないって。これ以上続けたら、後悔することになるよ。さっき言ったよね、あんな魔法人どうってことないって。からかう程度なら許してあげるつもりだったけど、気が変わった。あんたがここを目指す間、誰も教えてくれなかったのか。ドラゴンに弱点なんかない。触ってた腰もただ俺を興奮させただけだ。つまりあんたはもう逃げられない。起きた？どうして船の上にいるのかって？俺が来なかったらあんた今頃同族に殺されてたよ。俺を傷つけたくなかったって？あんたはそもそも俺を倒すために近づいてきたんでしょ。もしかして俺のことを本気で好きになっちゃったの？違う？ならこんなに顔を赤くしてずっと下を向いてるのはどうして？おっと、どこに逃げるつもり？ま、こんな狭い船の上じゃどこにも行けないだろうけど。聞きたい返事？そんなの、あんたがどれだけ俺のことが好きで、どれだけ一緒にいたくて、あと今日俺に会えてどれだけ嬉しかったのかとか。俺のことが好きならもっと行動に移すべきだと思うけど、どう？これだけ？
全然伝わってこないけど。もう分かってるでしょ。俺はあんたの全部が欲しいんだよ。で、首まで赤くしてどうしたの？うん、これで俺だけの印を残せたね。勇者なのにそんな内気で、どうやって俺を倒すつもりだったの？ほんと、何をするにも唐突な人間だな。ああ、そういうこと？あんたも俺の首に印をつけたかったの？うん？首だけじゃなく、他の場所にも印をつけたいのか？はあ、あんたと出会ったせいで、俺にも弱点ができたみたいだ。もちろん、あんたにだったら倒されてもいいよ。けど、その後でどんな結果を招くことになっても、後悔しないでよね。인간? 인간이왜여기에? 실수. 잘도 그런 허술한 핑계를 대네요. 미인계로 내 보물을 훔치려고요? 그럼 날 즐겁게 할 방법을 잘 생각해봐요. 당신이 용사라고 이런 식으로용을죽이겠단건가요? 이딴 마법진으로 날 가둘 수 있을 거라 생각했어요? 협박인가요? 약점을 알려달라고요? 그건 알아서 찾아봐요. 어차피 지금 반항도 못 하잖아요. 안 그래요? 옷 위로 그어봤자 무슨 소용이 있다고?자단추부터풀어봐요지금이상황에서당신을속이겠어요잘했어요그렇게천천히느껴봐요약점은못찾고손만뜨거워지는데요담으려고요그건안되죠움직일수있는거라곤입밖에없는데아무것도아니에요잠깐거긴안돼요그만해요약점따위가아니라고요안멈추면후회할거예요말했잖아요그마법진으로는날속박할수없다고장난좀쳐볼까했는데여기오기전에정말아무도안알려줬어요용은약점이없어요등을만지면흥분할뿐이죠이제당신은아무데도못가요깼어요? 왜 이렇게 엉망이 됐어요? 내가 제때 안 왔으면 동족의 손에 처형장으로 끌려갔을 거라고요. 날 해치기 싫었다고요? 하지만 용을 죽이려고 나한테 접근한 거 아니에요? 설마 날 진심으로 사랑하게 된 거예요? 아니라고요?근데얼굴은왜붉히고내눈을못봐요왜도망가요배위에서어디로도망가려고요듣고싶은건당연히날얼마나좋아하는지얼마나함께하고픈지그리고오늘날만나서
얼마나 기쁜지죠. 날 좋아한다면 뭐라도 성의를 보여야 하지 않겠어요? 그게 다예요? 부족한데? 알잖아요. 난 당신의 전부를 갖고 싶단 거. 목까지 빨개졌네. 또 엄청 뜨거워요. 됐다. 이제 여기에 내 흔적이 남았어요. 용사가 이렇게 부끄러워해서 앞으로 날 어떻게 제압하려 그래요? 아니, 왜 갑자기 내 목에도 흔적을 남기고 싶었나 봐요? 아직이에요? 흔적을 남기고 싶은 곳이 또 있나 보네요. 당신을 만나고 약점이 점점 많아지는 것 같아요. 물론 기꺼이 포로가 되고 싶지만 이런 식으로 제압하려 들면 어떤 결과를 맞이하게 될지는 알고 있으라고요.